こんにちは。ファイブスター子どもスクールの阿部と申します。本日の遊びは色ハンカチです。この遊びは判断力を養うためにも最高にいい遊びなんですね。ベストで瞬時に何が一番いいかというか、それを考える遊びなんですね。で、どういう遊びにしていくかっていうと、まあ4人とか1組でやっていくのが面白いんですけど、リーダー以外ですね、4人が輪っかになって遊んでほしいんですけど、輪っかになった状態で片方はハンカチを持って、片方は何も持たない状態でいきます。で、この状態でリーダーが赤って言ったら、その色以外のものを取っていくんです。で、必ずこの4人は違う色のハンカチを持っていて、赤って言ったらですね、赤以外のものを探して取っていくんですけど、自分のものを取るのも OK、 握るのはなしです。相手の動きをですね、妨げるためにハンカチを握るのはなしで、ハンカチは置いたまま自分でどの色なのかっていうのを調べて取っていきます。これはかなり頭使いますよ。まずどの色を取るべきなのか、そして相手の動きに合わせて自分の近いところに取ろうと思ったら、もしかしたら他の人が取ろうとするかもしれないんで、そういうのも事前に目配せもしながら、じゃあどこ取るのが一番いいのかっていうのを判断していくんですね。これが判断力です。まあ、とっても簡単にできる遊びですし、何がいいかって、運動能力は関係ないんですね。はい、好きに自分で判断しながらやっていくことが大事です。で、アレンジとしてはですね、例えば3つ指示とかを言って、その一番最後の色にしてもいいと思います。リーダーが赤って言ったら、一番最後の赤、ちょっと今例えが良くなかったですね、緑、黄色、赤って言ったら赤で、その赤以外を取っていくとか、多く言ったものですね、3回言った中で緑赤って言ったら、その緑以外のものを取っていくとか、まあもちろん以外じゃなくて緑にしてもいいんですけど、そんな風にアレンジするととっても楽しくできますので、ぜひ試してみてください。本日の遊びは色ハンカチです。ハンカチがありさえすればもうすぐにできる遊びです。ぜひ試してみてください。本日の遊びでした。ありがとうございました。